んなに広い旅館だったと思う。ここで見たら監獄みたいな感じ。中広くて快適だけどね。ほらもうここが日本酒の館だよ。松清しか見えないまだ。なんか松清もあるけれども、これはもうまた前座だ。つまり日本酒を飲んだ後で、もしくは飲む前になんかあの肝臓の薬を飲んだりとかするための松がね、便利。いやもう日本酒のためにある館みたいな。湯沢駅じゃなくて、越後湯沢駅じゃなくて、そうヘパリーゼ飲んでから湯沢駅じゃなくて本州駅に変えた方がいい。本州、いや日本酒駅じゃない、本酒なんだよ。本酒ね、日本のポンなんだよ。確かにそばうどんこし以外すごい。あ、そばうどん米じゃなくてそばうどんこししかり。うん？そば。そばうどんこししかり。順番が。うん。こししかりそばうどんじゃないね。どこがまたいいよね。うん。あ、全国第1号地ビール、越後ビールです。3年に1回やるなんかそういう、アトリエンナーレね、うん、ありました。うわ、はい、あ、ポンシュポンシュ、はい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 、上越線国際の時間帯まで、上越線国際の正解の大使館からの寄り添い、ベンチパン最後の返却。これは難しい話です。難しい話。どれ飲むべき？これね、どれ一番高いの？これだね、4万。いや、もっと高いのある。あっち側に、あっち側にある。まあ、5万以上とかあるよ。朝の森林。山越。これでも全然 AI じゃないでの。おふくまさむね、山越。あ、父母だな。マルールコレクション朝日や。うん、ねえねえ、うん、あそこね、 AI お酒マッチングがある。AI 酒マッチング、バナナだ。バナナ、本当だ、バナナのような香り。トッキーその辺だった。めっちゃ書いてくるんだよ。うん、やった、うん、どう、うん、え、これ、うん、あ、美味しい美味しい。いや、なんかね、何が、この4人からの、ありがとうございます、ありがとうございます。やっぱりじゃあこれ酒じゃない、酒やんけシャンペーンじゃん、シャンペーン冷やしてよ。あとなんか、そしてお、ウイスキーです。ウイスキー、ありがとうございます、はい、イライザークレイニーダニエルみたいな感じ。ありがとうございます。じゃあ今日俺の振る舞いのつまみ、サラダホープ、今日ユーザーで、朝ユーザーで買ってきた取れたてです。食べてください。え、本当？じゃあちょっとスタッフさん、ちょっとこれも
お客さん仕事もしてるしね。サラダホップ、あ、サラダホップとあと北京ダックの北京がなくなってダックが余ってるんで、余りダック。そう、北京パン。ダック、ダック食べてください。ダック、フルマイダック。あと油淋鶏も余ってるんで、油淋鶏とチンゲン菜。え、すごい、何これ。入れ物がすごい。入れ物がだってもなんかあのなんとかエロキーボードのなんかいいやつみたいな。なんでそんな持ちかな。ごめん。おい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 、その時に誰か写真撮ってたという。撮ってたという意思用じゃんから。なんでしょう。おい。びっくりしたよ。え、これこのまま撮ってていいの。いいよ。おありがとうございます。カウタ君ありがとう。素晴らしい。それはもういい教え子を持ったよ。極限。でもしかもスパークリングやん。え、ちょっと待って、え、開けちゃう。お前って初めて見たこのスパークリングのここが金色ってメッキ。メッキですよ。金が、メッキ金だったら持たないよ。純金。ちょっと清水さんも出てる。はい、これ3、2、はい、なあ、受かる気がする。ちょっとこれ、シータ久しぶりだから、確かに、はい、あとはあの、2件もあるので、インスタですよね、最近見てる。